こんにちは、つよぽんです。今日はですね、つよぽんからのお願い、カマキリだということでですね、お話を進めさせていただきたいかなと思います。よろしくお願いいたします。今ですね、見ていただいているのは、まあこういう虫、昆虫が嫌いな人はごめんなさい、カマキリくんでございます。しかもですね、大カマキリという、カマキリの王様のようなね、カマキリくんで、交尾した後にですね、メスはオスを食べてしまうということでも知られているカマキリくんです。はい、このカマキリくんといえばですね、この両手がですね、印象的ですね。はい、まあ手足6本あるので、どれが手で足だかよくわかんないですけど、とにかく鎌を持っているということで、今日はですね、この鎌についてちょっとお話ししたいかなと思います。草刈り鎌の選び方ということで、まあスタンダードなね、三日月鎌、まあこの三日月のような、ただですね、鎌にもいろんな種類があってどれを買おうかなと思って、そうした工具店とかね、アマゾンとかで見てもいろんな種類があって、一体どれを買ったらいいんだろうというようなね、感じになるかなと思います。まあ一般的には鎌っていうのは、そうですね、用途と特徴とすれば、家庭園芸における鎌ということで、除草用具としてね、考えられていると思うんですけれども、本来は収穫のためのね、用具として作られたという歴史があります。はい、まあ、具体的には稲を鎌で手刈りするというね、まあ、今こういう作業をしているイメージってどうなんでしょうね。ただまあ、まあこれがまあ元々のね、使い方ということで、まあ自分家の雑草とかね、手入れをする時に使ってる人もいるのかなと思います。はい。で、鎌の構造名称とかですね、刃渡り。ね、ここを握って、ブンとこれやるわけですけれども、こういう、なんていうんですかね、使い方みたいなのを読んでいて、つよぽんからのお願いということなんですけれども、それは何かというと、まあその話の前に、僕割と子供の頃転校生だったんですよ。だから都会のど真ん中に住んでる時もあれば、家の周りがもう田んぼだらけのね、ところに住んでる時もあったんです。はい。で、その家の周りが田んぼの時にはですね、周りもなんていうんだろう、農家の方が多くてですね、朝お百姓さんがいきなり玄関ガラ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 って開けて、野菜はどうだみたいな、野菜を売りに来るようなね、もう最初の頃びっくりしたんですけども、だからそういうところだとですね、なんか空き地っていうのかな、その通学路の途中に空き地とかあると、いろんなものがなんか置いてあったり、まあ置いてあるんでしょうね、落ちてるわけじゃないんで置いてあるんですけれども、でこういう鎌が置いてあることがあるんですよ。はい。で、小学生だったんだけども、小学校の3年ぐらいかな、で鎌がさ、これ空き地に置いてあったら、子供がやることってこれ、ね、これだと思うんですよ。鎌を2本あったら、それを両手に持って「カマキリだ!」ってこうやって遊ぶわけですよ。やりますよね、やりませんか。で都会のど真ん中で両手に鎌を持って「カマキリだ!」ってこれ駅前でやってたら、これ間違いなくすぐにね、お巡りさんが飛んでくると思うんですよね。まあ捕まりますよ、間違いなく。テロかみたいな感じですかね。はい、ニュースになっちゃうと思うんですよね。駅前でカマキリだと言っていた男が逮捕という感じでしょうが、
これ周りにね誰も人がいないような空き地で子供がカマキリだってやっていても、これ僕一人でやってたんですよ。カマキリだって遊んでたんですね。でこれ本当にね気をつけたいのはカマっていうのはこれ棒の部分をこれ手に持ってるイメージでちょっと考えてほしいんですけど、こうやってブーンって吹くとイメージ的にはこの辺りまでしか振ってないつもりでも、このカマっていうのはこんな風に角度がかなりついてるから、あれっていう感じで自分の足まで歯がいっちゃうんですよ、ぐさって。カマキリくんぐらいこれ足が細ければ当たんないかもしれないですけど実際僕ねブンってカマキリだブンって振った時に自分のすねにねカマがぐさっていったわけですよ。わかります？もうびっくりして、で完全にパニックっちゃったんですね。でパニックっちゃって、その時に僕は何したかっていうことなんですけれども、もううわーってなって、この両手をもうめちゃくちゃにうわーってうわーって振ったら、もうこの両方で足にぐさ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 うわーって、もう足血だらけになってもう足から血がブーッ出て、そのカマ2本ともぶん投げて、何がカマキリだって言って、そのまんま本当にもうギャーギャー泣きながら家に帰ったことがあるんですね。はい。だから何が言いたいかっていうと、こういうねカマの構造とか名称、そんなの説明しなくても、まあ説明してもいいけど、はい、その使い方の本当に重要事項として特に、まあ、子供がね鎌を持ったらこれ多分やりますよ。カマキリだ、まあ、カマキリだってやってもいいけど、もちろん禁止した方がそれに越したことはないですが、そのカマキリだってもし遊ぶんだったらブンと振った時に、特にね子供が使うには若干大人サイズで大きくなっているんで、本当にねヒュッて振ったつもりがもうグサッて足にくるんで、くれぐれもカマキリだをするときには自分の足に当たらないように最大限注意するようにと、そして万が一自分の足をにグサッと言ってもパニックを起こして両手に持った鎌をうわーってブン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 って振らないようにですね、使用上の注意として記載をしていただきたいというつよぽんからのお願いでございます。ということで今回はですね、つよぽんからのお願いだじゃなくて、つよぽんからのお願い、カマキリだをする時の使用上の注意をですね、しっかり鎌の製造メーカーさんはですね記載をしていただきたいということでございます。最後までご視聴ありがとうございました。つよぽんでした。バイバーイ。